こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画は鹿児島県南薩方面にある道の駅のランキングを紹介いたします。車社会の鹿児島県民、また観光で他県から来られる、あるいはレンタカー等で鹿児島に来られた皆様にとって24時間利用できる駐車場、トイレ、自動販売機や休憩スペースがある道の駅は大変貴重です。今回はそんな薩摩半島の南部にある道の駅をランキングにしてみました。道の駅に関しましては、道の駅の登録条件を満たして市町村長からの登録申請により、国土交通省で登録された正真正銘の道の駅を5選紹介いたします。そしてランキングは Google の星評価プラス同点の場合には口コミの多い道の駅を上位にいたしました。南薩方面に行かれる方のために参考になればと思いますので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。それではまずは第5位です。第5位の道の駅は道の駅喜入です。 Google 評価は星 3.4、 口コミ数497でした。道の駅喜入は鹿児島市南部、鹿児島市喜入町にあり、国道226号線沿いにある道の駅です。道の駅として登録される以前に温泉保養施設として計画され、温泉及び温水プール施設として地域住民に利用されております。大体的にアピールしているように、平成6年4月に登録された県内初の道の駅で、地元喜入の農産物を中心に県内のさまざまな特産品を扱っており、売店は規模は小さいですが、お土産物や県内の特産品を販売しております。こちらの売りは何といっても大浴場、寝風呂、水風呂、サウナなどを揃えた温泉と、一年中泳げる温水プールがあり、この室内温水プールには全長53メートルのウォータースライダーがあり、子供たちには大変人気があります。またこの周辺は眺めも良く、錦江湾とすぐそばには日本石油日石エネオスの喜入備蓄基地の石油タンクが目の前にドカンと広がっております。その大きさと数に圧倒されます。そして八幡川を渡った向かい側には、鹿児島のサッカーチーム鹿児島ユナイテッド FC のトレーニングセンターユニタがあります。指宿、山川、池田湖方面、また知覧方面に行く途中の休憩地として、この道の駅喜入を利用してみてください。それでは第4位です。第4位の道の駅は道の駅近郊木の花館です。 Google 評価は星 3.5、 口コミ数539で、場所は南薩摩市近郊町池部の国道270号線沿いにある道の駅です。こちらの道の駅は超早場米近郊コシヒカリで有名な田園地帯の中にあり、霊峰金峰山をイメージした建物です。この道の駅金峰木の花館では金峰町の特産品が数多く販売されており、また蕎麦打ち体験道場も備え、自分の打った蕎麦が食べれるそうです。この道の駅の売りは何といっても金峰蕎麦のレストランで、かけ蕎麦やざる蕎麦、しらす丼、金峰コシヒカリで作ったおにぎりが好評で、昼食時や日曜祝祭日などは大勢の人でにぎわっております。実際にこの日もたくさんの人出があり、一部の商品はすでに売り切れておりました。あとはですね、この日本を建国したと言われる神武天皇をひ孫に持つ木の花咲夜姫の像が立っており、木の花咲夜姫はこの金峰町ゆかりの人物で、霊峰金峰山とともに昔から地元の方々から敬愛されていたと思います。そんな道の駅金峰木の花館を吹上大浦笠佐方面への起点として利用してみてください。それでは次の道の駅です。私自身はこの道の駅が一番かと思っていましたが、 Google 評価では星 3.7、 口コミ1551で第3位になった道の駅です。こちらの道の駅は道の駅指宿です。こちらは鹿児島県指宿市小牧にあり、鹿児島市内から指宿山川方面に行く際に休憩や食事、買い物で立ち寄ることが大変多くて、土日祝祭日は駐車場も非常に混み合い、止めるところに苦労するほど大変混雑いたします。この日もゴールデンウィークということもあり、ガードマンが出ておりました。
この道の駅指宿は正式には道の駅指宿さかな館と言います。この道の駅指宿さかな館の売りはたくさんありますが、まずは2022年昨年4月にリニューアルオープンした海鮮レストランカオンがあります。おすすめの寿司定食や地元指宿の浦島太郎伝説になぞらえた海鮮玉手箱が一押しで、新鮮な海鮮料理が堪能できます。そしてメインはここ魚館で扱っている地元指宿の生鮮食品、加工食品、青果などの地元指宿の商品で、毎朝出荷者が新鮮な指宿産の野菜を届けています。指宿の特産物であるオクラ、そら豆、スナップエンドウ、スナップエンドウは、旬の時期のみですが、これはもちろん錦江湾近海で獲れた新鮮な魚、イカ、タコ、貝類も売りです。また地元の方が丹精込めて作った自慢の花や苗類もたくさんあります。あと面白いところでは、すぐそばにある指宿商業高校の生徒たちが考案した商品が販売してあります。鹿児島県民の皆さんは指宿商業高校、通称イブショーが毎年行っているイブショーデパートが有名なのをご存知だと思います。ご存知じゃない方にイブショーデパートとは何かお伝えいたします。イブショーデパートは指宿商業高校の生徒たちが地元の農産品や家電、スポーツ用品など様々な商品の仕入れから販売、決算まで行う名物行事です。こちらに陳列していたイブショーデパートのうずら卵店とイブ玉店は、地元の企業とのコラボで開発された鹿児島の名物さつま揚げをアレンジした商品で、私も買って食べましたが非常に美味しかったです。焼酎のあてにね、最高な一品です。あとはですね、ちょうど入り口横にありますこの道の駅で大人気のスイーツがオクラソフトクリームです。オクラは指宿市が生産量日本一で、この道の駅指宿での一押しの商品です。オクラの風味と上品な甘さがマッチして非常に美味しいソフトクリームです。ぜひとも食べてみてください。あとはですね、ちょうど入り口にお茶屋さんのテナントが出品してあり、試飲をどうぞということでね、お茶をいただきました。実はですね、意外と知られていませんが、以前に挙げた熊本でも宮崎でもない鹿児島の意外なライバルという私の動画でお伝えしたお茶の生産量で、鹿児島は静岡と日本一を競い合っております。そんないつも飲んでいる鹿児島のお茶をいただきましたが、このお茶は特に美味しかったです。お茶の香りが強くて濃厚な風味と上品な味でした。こちらに出品していた織尾製香園さんはこの魚館にも出品しており、このチラン茶は私も購入して飲みましたが、本当に美味しかったです。ちなみに2017年にチラン茶、エイ茶、川鍋茶はチラン茶に統一されたそうです。南九州市の川鍋、チラン、エイは茶畑が多くお茶どころですが、どうも知名度は一番高かったチラン茶で統一したようです。このチラン茶は非常に美味しいので、ぜひとも鹿児島のお土産として買ってみてください。コンパクトでかさばらないし、特に高齢者の方には喜ばれると思いますので、よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、こちらの道の駅指宿の見どころが、魚館の裏にある観音崎にある展望所です。こちらにはインスタ映えのするものがたくさんあり、まず目を引くのが左右にグリーンとピンクのポストがあります。こちらのポストは実際に手紙やハガキを投函することができ、それぞれご利益があるそうです。ピンクのハートマークがあるポストは縁結びや恋愛が成就すること、グリーン色のクローバーマークがあるポストは家族や友達との絆が深まるというご利益があるそうです。そしてですね、もう一つの注目がポマイ会の鐘です。こちらの鐘はインスタ映えするのもあって、たくさんの方々が撮影に来られますが、この変わった名前なんぞやということなんですけど、ポマイ会とはハワイの現地語で幸福、恵み、祝福を意味します。そしてこの鐘をハワイの言葉を叫んで3回鳴らすようです。そしてこう書いてあります。大切な人へ、大切な人と自分自身へ思いを込めて鳴らす鐘の音は、時を超えて誓いの音色となり、未来へと幸せを運んでくれる音色となります。チリンガ島と陸島を結ぶ砂の道、干潮時にしか現れない、限られた時間帯にしか渡れないという神秘的なサス、このタイミングで結ぶサスが現れる時、ホマイ会の鐘を鳴らすと、もっと願い事が叶うらしい、てんてんてんということで、はい、ちょっと最後は自信なさそうですが、こう書いてありました。
ただちなみにですね、余談ですが、魚館が閉館になるとこの鐘が引き上げられるそうです。はい、ちょっと確認していないんですけど、そんなねお前会の鐘があるここ指宿道の駅はですね、ここからの眺めも本当に素晴らしいです。チリンガ島、そして大隅半島も見えますので、こちらね、ぜひとも来てみて、実際に見てみてください。お願いいたします。それでは次は第2の道の駅です。その前に、このチャンネルは大阪生まれで両親が鹿児島出身のタクシードライバーの私もが、鹿児島に関する様々な場所、いろいろなところ、変わったこと、不思議なことなど、鹿児島に関することは何でもありありのチャンネルです。またいろいろな動画を上げてまいりますので、とりあえずチャンネル登録だけでもしておいてください。よろしくお願いいたします。それでは次は第2位の道の駅です。第2位の道の駅は、道の駅川辺安らぎの里です。Google 評価は星 3.8、口コミ数が1267です。場所は南九州市川辺町清水にあり、国道225号線沿いにあります。こちらのお湯は何といっても様々な食品です。一番人気は寄せ豆腐。何といっても寄せ豆腐です。この寄せ豆腐はとにかく美味しいです。川辺産丸大豆福豊を使った豆腐で、こちらの道の駅で加工製造された出来たて熱々の豆腐が店頭に並びますが、はい、時には昼ぐらいには売り切れてしまうくらいの人気商品です。地元川辺の方はもちろんですが、鹿児島市内からもこの豆腐目当てに買いに来る方々がたくさんおられます。あとは大々的に看板が出ております川辺牛です。川辺牛は川辺で育った黒毛和牛で A4 等級以上のものだけを川辺牛と呼んでおります。こちらでは川辺牛の生産者が直接出荷しており、おすすめはサーロインで、その柔らかさと旨味は抜群です。また併設されたレストランでは、一番人気の川辺牛を使った川辺牛定食、寄せ豆腐や田舎そばなど、川辺の食材や味にこだわった女性に人気の安らぎ御膳、そして数量限定の豆腐ハンバーグ定食に、川辺さんのそば粉で毎朝手打ちした十割純手打ちそばの川辺田舎そば定食などがあり人気です。その他には黒薩摩地鶏に黒豚餃子も大変人気ですし、川魚の鯉に鮎、手打ちそば、麦味噌など地元の食材を中心に新鮮で美味しい商品が目白押しです。あと冒頭でお伝えした寄せ豆腐同様に、こちらで加工製造された乳製品のアイスクリーム、ソフトクリーム、そしてヨーグルトもおすすめの商品です。とにかくこちらに来られたら、今お伝えした商品をぜひ一度食べてみてください。それでは最後になりました、堂々の第1位の道の駅です。第1位の道の駅は、道の駅山川港、伊予街道です。こちらは Google 評価星 3.8、コメント数は堂々のトップの1799でした。場所は指宿市山川金星町、薩摩半島の最南端、国道269号線沿いにあります。こちらの道の駅の売りは何といっても魚です。道の駅の名前にあります伊予街道の伊予は、鹿児島の方言の魚の言い方伊予と、息のいい海の街道、海の道と書いて伊予街道となったと思います。この道の駅はとにかく地元の新鮮な魚が売りで、カツオの水揚げが盛んな山川港が近くにあり、目の前の山川漁港では地元の方がよく釣りをしています。この道の駅の売りはいくつかありますが、まずは山川コロッケ。こちらの説明にありますように、指宿市山川町で70年近く愛されてきたコロッケで、食感はクリームコロッケとは少し違ったねっとりとして、しかししっかりしたコロッケで、その秘密は豚側コラーゲンに鶏肉をすり込んだ甘めの胡椒がピリッと効いた味です。確かに冷めても美味しい鹿児島らしいコロッケです。あとは地元山川の鮮魚、加工品、様々な商品がたくさんあります。そして北側のエリアには地元の業者さんのテナントが出店しており、これぞ漁師町、魚の町山川ということで、カツオメインに漬け揚げなども販売していました。そしてこちらの一番の人気は、この市場食堂鶴の港です。この名前は山川漁港の地形の特徴により鶴の港と呼ばれていたことからついた名前で、
とにかく新鮮な魚が売りで、地元の山川漁港で水揚げされた取れたての魚を中心にした海鮮料理のお店です。山川漁港で取れた魚がメインなので、その日によって売り切れてしまうものもあり、この食堂目当てで来られる方々が多く、この道の駅山川湖伊予街道が第1位になった要因は、この市場食堂鶴の港が貢献したことが主な要因かと思います。これは実際に来て食べてみてください。土日祝日はお客様も多いので少し待つかもしれませんが、とにかく食べるのみです。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。道の駅には本当に地元の特徴が現れます。鹿児島は海の幸をメインに、黒豚、黒牛、黒薩摩地鶏と他県にはない素晴らしい食材がたくさんあり、コメントを見ても美味しかったという声がたくさんあります。また地元ならではの新鮮な農作物や花、苗に加工品などもあり、地元の方々にとってもこの道の駅はなくてはならない存在です。そんな道の駅が鹿児島にはまだまだたくさんありますので、まだ紹介しきれていない地域の道の駅も訪ねてみて動画にしたいと思います。それではまたこれからも鹿児島のさまざまな動画を引き続き上げてまいりますので、チャンネル登録がまだの方はとりあえずチャンネル登録だけでもお願いいたします。あとはよかったらグッドボタンを、皆様の道の駅に関する思い出や感想、おすすめなどをコメントにしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。